ム八戸は沼地戦からスタメンの変更はありません。ゴールキーパーが谷口、スリーバックは右から加藤、山田、近石、アンカーには相田、サイドには右に前澤、左が稲積、車道には山内と姫野のコンビです。ツートップには宮本と佐藤を予想しました。続いてアウェー琉球の予想フォーメーションです。北九州戦から2人スタメンを入れ替えています。キーパーはダニー・カルバハル、そしてフォーバック右から高安、森、寺坂、福村、ダブルボランチは岡澤と竹澤のコンビ、サイドは右が中野、左に白井が入ります。ツートップには野田と、そして7月2日の怪我から復帰後初の先発出場となりますケルビンのコンビを予想しています。ホームの八戸陣内でプレータイムが多くなっています琉球です。岡澤のフリーキック、速いボール入れていった中、野田のヘッドは決まった。先制、前半の3分、野田の今シーズン7ゴール目、琉球に先制ゴールが生まれました。この試合最初のセットプレーで琉球に先制ゴール。野田が頭ですらせるような形、放物線を描きながら八戸ゴールに吸い込まれました。速いボール、頭で合わせました。背番号9、エースの野田龍之介です。今シーズン8ゴール目です。奪い合い、姫野が胸トラップ、激しい接触があった。その中でも流しています琉球。さあ中野がこの位置、左を見ている白井が前に抜けた、遠いか、左手のシュート、ゴール回す、叩いた。素晴らしいシュートシーンがありました琉球です。決定的な場面を作りました琉球です。次はインスイングのボール、ゴールに向かってくるボールになります。ニアサイド、山田が前線体を投げ出しましたが、そこには合わず、遠目から狙っていく。おっと、カルバハルの正面ではありましたが、手を弾いてそのままボールはゴールラインを割りました。遠目から稲積が左足振ってきました。正面かと思われたんですが、このボールです。ゴールから離れた位置にポジションを取る琉球、すらせる、折り返し、右足のシュート、こぼれたところ、決まった。野田のゴール決まりました。 FC 琉球追加点です。この試合野田2ゴール目、このコーナーキックからです。ニア、高安頭ですらせて逆サイド、白井のシュート性のクロス、そこにうまく反応しました野田のゴールです。このスピードのあるボールにうまく反応しました野田。一人琉球の選手が痛んでいます。ただプレーは止まりません。八戸左サイド駆け上がる稲積、一人かわして中央ディフェンスの裏を狙う瀬野だ。ここで取れたらビッグチャンスだ。さあ切り替えて右足のシュート、決まった。八戸1点を返しました。瀬野です。今シーズン5ゴール目、スーパーサブ本領発揮です。左サイド稲積、縦への突破、ここでマッチアップにしていた高安が少しバランスを崩した。その後ディフェンスの裏、こうよく奪いました瀬野。角度がほとんどないところ見がち、振り抜きました。瀬野の今シーズン5ゴール目が生まれました。後半手元の時計63分のところです。さあパスをつないでいきます。琉球じわりじわりと上がっていく福村、竹澤です。中央岡澤、前向いた中野田、右足のシュート、クロスバー直撃、まだある、瞳のシュート、右足、加藤がブロックしました。少しでも空いた瞬間シュートを放っていきましたのがこちらの14番の瞳。高校卒業後 J2 の徳島に加入していました。そして今月1日付で八戸に育成型期限付き移籍で加入をしています。さあその八戸、加藤のクロス、中に右足合わせた、佐々木ボレーを狙っていきましたが、キーパーの正面、ダニー・カルバハラです。加藤のクロスでした。さ
さあ後半アディショナルタイム6分です。追加時間6分あります。まだ時間あります。瀬野が前向いた。キーパーかわしのシュート、カルバハルよく反応しました。ただ瀬野も空いた瞬間にもスッと入れていきました。このシーンよくこのスペースをつきました。さあ後半の追加時間6分、その残り時間の中で同点ゴールを生むことができるか八戸。加藤から頭でつらして左足のシュート決まった。八戸同点ゴール、近いし鉄平、今シーズンの初ゴールがこの琉球戦、大きな大きな同点ゴールです。稲積のクロス、柳がクリアをしたところ、加藤が頭でつなぐダイレクトで近いステッペ左足でゴールに打ち抜きました。近いステッペの今シーズン初ゴールです。佐々木がボールを前に要求、オリオラさんで斜めに走る、このボールは長い。ここで試合終了のホイッスルです。試合終了です。2対2、バンラーレ八戸対 FC 琉球の一戦は2対2でドロー決着となりました。両チームとも痛み分け、ホーム八戸、アウェー琉球もこの駆けつけたサポーターの目の前で勝ち点3をつかむことはできませんでした。